I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is the continuation of Digimon Cyber Toys. Please enjoy. ザクソンから離反したハッカーに
資金援助していたのもあんたよ。なんてことかしら。デモンズがあれだけ急激に力をつけたのは、何か後ろ盾を得たからだ。内部分裂で、ユーゴの意識は一瞬だけでもあんたから離れ、隙ができた。結果がこれだ。あんたは、何人のハッカーを抱き込んでいるんだ。ミュージキュンって本当に賢いのね。で、抱き込むなんて直接的なことはしてないわよ。もう、間接。そうだわ。その優秀なリュウジキュンに、次にお願いしちゃおうかしら。しかじか。ザクセンのハッカーを集めて、大規模な穴か、それに参加してきて。何の意味だ。こちらにとってまずい展開になったら止めてきてほしいのよね。何せあの子たちの狙いは、あのアンコンゼロみたいだったわかるでしょ。アンダーゼロはエデン有史以来のデータログが集積された場所。余計なものを見られるとまずいことになるんじゃない？わかった。お願いね。心配しないで。この仕事が無事に済んだら、今後のイボッタちゃんの治療費の心配は一切しないでよくなるから。察しが良くて、義理に熱くて、頭も回る。でも不器用よね。それも、危険なほどに。行ってらっしゃい、リュウジキュン。もうすぐ何の心配もなくなるわ。永遠に。らしくないぜ、ユージ。ほんと、らしくねえ、人ぜ。やるじゃないか。俺にマルウェアを仕掛けたのか。俺は何も変わってない。変わったのはお前だ。少し前のお前なら、すぐにでも気づいたはずだ。いつからだ。前から薄々おかしいとは思ってた。お嬢の膨大な治療費がどこから出ているのか、とかさ。でも、決め手になったのは、この間のハッキングだ。あいつが、お前の様子がおかしいって、俺に相談してきた。見ていたのか。ああ、さっきの話も。悪い。俺、お前の苦労に気づけなかった。お前ら兄弟の一番近くにいたのは俺なのに。本当情けないわ。ルージー、これからは俺も力を貸せ。だから、これ以上あいつらに関わるのはよせ。奴らはハッカーを使い捨ての駒にしか考えていない。お前だって、いつそうなるか。ダメだ。ルージー、恨み事なら好きに言え。俺は何も知らないお前らに、汚い仕事の片棒を担がせたんだ。んなことどうでもいいんだって、俺は。何を言われようと、神代と手を切るつもりはない。エリカの治療には、絶対。絶対ってなんだよ。他にも手はあるだろ。他の病院を探すとか。エリカは、長くない。神代の治療が命綱だ。たとえどれだけ汚いものであっても。
Thank you.
ザクソンのクーロン、エデンにあるすべてのハッカーに問う。君たちは自由か。何者にも侵されず、何者にも干渉されず、何者にも監視されない、そんな自由が今のエデンに存在するか。エデンの前身である、我々ハッカーの発祥の地でもある聖地アンダーゼル、そこはこの電脳世界の創造主が理想とした空間であり、今よりもはるかに自由で解放された場所であった。しかしそのアンダーゼロはエデン発足と同時に接収されて、情報制御を司る無人のサーバーとなる。今では世界最高レベルのセキュリティが施された単なる要害となってしまった。アンダーゼロは、我々の理想郷はエデン最古のサーバー、ヴァルハラサーバーの中にある。我々ハッカーの手で我々の理想郷を取り戻すんだ。エデンに新たな秩序をもたらすために、この監視と干渉に満ちた欺瞞だらけの自由を打破するために。我々ザクソンは今より聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるならば、目指せアンダーゼロ。いきなり何言い出すんだあいつ。アンダーゼロだ。この祭りはクーロンの歴史に残る大事件になりますよ。アンさんも、アンジョー気張りや。ヘイ、ザクソンは何考えてんだよ。アンダーゼロに手を出すなんて。お前ら、内部分裂でごたついてたばかりのくせに。だからこそよ。今こそ。ザクソンの実力をクーロン中に知らしめる。これが成功すれば、ピーピーうるさい小バエも少しは静かになりますよ。それならなおさらあそこはやめろ。このセキュリティはハッカーがどうこうできるもんじゃない。そら、アンさんがロールのハッカーはそうだったやろな。でも、あいにバッチリのデジモンプログラムがある。アンさんの時とはそういう問題じゃねえんだって。そこのセキュリティはおじけづいたなら参加しなきゃええだけの話どす。言ってくれるよな。一つだけ教えるが、本当に攻略だけが目的なんだ。何？いや、なんでもない。悪い、ちょっと先に店に戻ってな。お前、間違っても参加しようなんて思うな。何や、張り合いのない男だしな。どないするつもりや。あの男の言うことを聞いて、おとなしく周りを見てみる。ユーゴの演説、俺鳥肌立っちまった。すっげえな。ハッカー総出であのアンダーゼロを落とすなんて。俺絶対参加するぜ。ここで実力を示せば一気に名も上げられるしな。クーロンや他のチームもどこもここでアンさんが一人前のハッカーならばアンダーゼロを挑む意味が理解できるはず。ユーゴ派の言葉はアンさんの告白。
よ、この前置き去りにしてくれた罰だ。ケイカフェでなんかおごれよ。冗談だって。そんな落ち込まなくても。なんかあったのか？話聞くぜ。ケイカフェで待ってる。なるほどな。言いにくいけどさ、リュウジってやつ、なんか悪どいことでもやってて、そうじゃなきゃお前に話すはずだろ。言えないってことは、つまりそういう、なあ、もうハッカーチームなんてやめろよ。このままじゃお前まで悪事に巻き込まれる。あいつらお前の弱みにつけ込んで、お前をいいように使っているだけだって。結局、お前のことも信用してなかったんだ。お前に打ち明けないのは、何よりの証拠だろ。そんなに落ち込むなって。なんか、俺がいじめてるみたい。そうだ、ここは俺がなんかおごるよ。だから元気出せって。ほら、何がいい？それじゃあ、気分転換に本屋にでも行くか。それともフィギュアショップとか。俺としては本屋に SF 小説を漁りに行きたいけど、お前漫画とかのが好きだもんな。中野なら気分転換し放題だぜ。な、どこにでも付き合うからさ。俺と話したら元気が出てきた。あのさ、実は、俺、どうした？顔色変えて。Kからのメッセージ。おい、俺、保坂って次のターゲットか。これ、個人がデータを管理するためのファイルサーバーみたいだな。どうする？だろうと思った。今度は、俺を置いていく。滋賀の時は何もできなかったけど、今度こそ、お前と一緒に戦いたい。俺なりに準備をしておいたんだぜ。お前ほどじゃなくても、立派にコンピューターカウボーイなんだ。俺だって。何って、お前に貸しただろ？お前な、人がせっかく貸したのに。まあ、連れて行ってくれ。俺たち、親友だろ？サンキュー。何しに来た？ユーゴの演説、聞いただろ。それがどうした？どうしたじゃねえよ！アンダーゼロがやばいのは、俺たちが一番よくわかってるじゃねえか！力を貸してくれ、リュウジ！ダチが巻き込まれそうになってんだ！今、他の仲間にも声をかけてる。柔道の元メンバーにさ。ハッカーたちを止めるんだ。手を貸してくれ。お前に呼ばれて集まったのか、あいつらは。ああ、少ないけど何人かは来てくれることになった。頼む、ここでお前と千歳に来てもらえれば百人力だ。俺の土地、ちょっと、つうか、かなりバカなんだけど、巻き込まれんのを黙って見てるわけにはいかねえんだよ。
俺がお前に戻ってきてくれと頼んだ時、やりたきゃ一人でやれ。許しちゃもらえねえって分かったよ。お待たせ。待ったか。あ、なんかフロアに並んでるやつ。あれ、まさかがアカウント狩りの犯人ってのはマジ見たでは。これだけのアカウント、え、お前のアカウント。そうだな、これだけ広いんだ。どこかに用。なあ、覚えてないか、公園とかでお前だけだったよな。他の奴らみたいに。俺さ、そんな顔すんなって。だってさ、まるで俺たち対等みたいだ。道が二手に分かれてるな。長居するには危険だし、二手に分かれようぜ。通信で連絡を取り合おう。気をつけろよ。
なんとかなったね。おいおい、もう帰っちまうのか？ハロー、侵入者くん。人のサーバーに乗り込んできておいて、挨拶もなしか？そうさ。お前、どうやってここは俺の聖域なんだ？ここまで来たなら見ただろ。俺のコレクションの金、あれはみんな。俺が買ってきたアカウントだ。俺は趣味でアカウントは、俺は昔から人間観察が好きでね、仕事でエデンに来た時にと思いついた。現実で人間を見るよりエデンアバターを見る方が個人の特徴がよりよく観察できるってことにね。それから暇を見つけてはいろんな類の人間のアカウントを集め始めたのさ。子供から老人、ここはいわばそのアカウントを利用してか、飽きたアバターは、そういや、なんてアバターなのか。そうか、わざわざ自分のアカウントを取り返しに来たってのか。確かお前はただの高校生だったはずだろ。成績も中の下、家庭階級もそこそこ、友達の数や運動神経も普通の、取り立てて何の取り柄もない、どこにでもいる一般人だったはずだ。それがまさかわざわざハッカーになってまでアカウントを取り返しに来るなんてな。こりゃすごい。残念だったな。お前のアカウントはもうとっくに売り払った。あまりにも平凡だったんでね、すぐに飽きちまってさ。誰に売ったかも覚えてないの。ひょっとしたら今頃えげつない犯罪行為に使われてるかもな。俺とやるってのか。お前面白いよ。こうして話していたら、もう一度、また何度でも買って、俺のコレクションに加えてやるよ！面白いアカウントになったじゃないか！
のおかげだよ。おい、大丈夫か？ああ、俺がやった。やってやったよ。あいつのアカウント破壊なんて初めてやったけど、うまくいったよな。これでようやく、お前の仇が取れたよ。俺とお前で、ついに犯人を倒したんだ。お前の人生めちゃくちゃにしたやつだぜ。これだけやっても、まだ物足りないよ。なあ、アカウントも取り返せた。もう売り払われた後だった？ってことは、俺、情報源を破壊しちゃったってこと？ごめん！俺、お前の仇を討とうとして、頭にち。そうだな。俺。なあ、さっきカフェで言いかけたこと、話していいか？ここに来てわかった。俺、お前と一緒にエデンの最強になりたい。すべてのハッカーを導く者、ヴァンガードになりたいんだ。エデンに落ちてる古いデータファイルで見たことがあるんだ。そういうハッカーくせ者は、レジェンドとのピークとも違う。一人で頂点を極めるんじゃなく、多くのハッカーを導くことができるのも、この称号にふさわしい奴は滅多に現れない。そのせいで、称号自体がされてしまったらしいけど、シガやカヤは、ホサガを見て分かっただろ。ハッカーは、みんなろくな奴らじゃない。どいつもこいつも犯罪に走って、俺たちみたいな弱い奴から搾取することしか頭にないんだ。俺とお前なら、真の正義のハッカーを目指せる。また思う。俺の相棒になってほしいんだ。なんでだよ。今の自分はフーディエだから。ああ、いいねえ。これ言うの、結構勇気いったんだもん。冗談だって。ちょっと、困らせたくなったら、これからも、俺とお前が親友なのは変わらない。ならいいよ、俺は。さ、帰ろうぜ。こんな気持ち悪いとこ、いつまでもいたくないしさ。おや？いいのか？うるさい。いいわけないよな。ほんと、俺には聞こえるぜ。安心しろよ。お前の願いはすぐに叶うぜ。これじゃ、リュウジからもあいつからも逃げてるみてえじゃん。でも、会って何を話せばいいのかわかんねえっつ。お前、ひょっとして俺を慰めてくれてんのか？なんてな。変なこともあるもんだな。そういや、お嬢のワームモンも変わってるもんな。わかったよ。少し頭を冷やしたら帰るよ。
みんなのところへさ。ここ、ちょっとした思い出があるんだ。俺とリュウジ、それにアラタ、三人で初めて大掛かりなハッキングに成功した日に、ここで柔道を作るって決めたんだよ。楽しかったよなぁ、あの頃は。柔道でバカやって、レジ、一体どこから、道を間違えちまったんだか。サッカーチームを作りたいの。お兄ちゃんを説得するの、手伝って。ああ、そういや、お嬢に頼まれたのも、ここだったな。お嬢、言えねえよ。リュウジがあんなことになって。